なと思ってます。なにこれショールームなんか花火大会だって <laughs>。ショールーム花火大会二千二十四ですって。わーい花火大会。なんか花火大会らしい。使用が。あキラキラありがとう。あちょっとであ待って,待ってバグってるコメントが見えない。バグバグ。あ見えた見えた。 ふみさんありがとうキラキラ嬉しいこんばんはツこうなんかコメントが見えないんだけどあ、見えたこんばんはーたかりんさんもありがとう金魚すくい今日花火大会なんですねショールーム えー、花火大会来たえみんな花火見ました今年見たあ見たよ !1 回だけ見たよレッスン中にあ大好きさんありがとうな,ーにこれキラキラなにこれキラキラえなにこれ星ありがとうございますわすごい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 花火だありがとうございますピンク神谷さんもありがとうございます年笠さんもありがとう金魚さんありがとうございます嬉しい嬉しい嬉しいな。 こんばんばは花火見るためにまだ見てないよいや私もなんか花火あのダンスのレッスン中になんか窓からちょっとだけ見ただけで見れてないな花火なんか今年全然夏っていう夏まだ過ごしてないセタンカさんもニャンサイ人様ありがとうこれ花火かなまさか星のやつ音だけそう いいの花火大会でさなんかさあのー、屋台に行きたいよね屋台りんご飴パクパクして浴衣とか着てザ夏祭りみたいなの行ってみたいなー行ってみたい大阪のお祭りはねなんかこないだ有吉田さんねんていう祭りかなあれ けどなんかレッスン中で全然見れなかったんだけど一応やってました花火大会でもねなんかねあの一緒とだけ見れたんよ花火であのね,あのね帰りにね帰りにね駅までね電車で帰ろうと思って駅でねあのー あの駅まで行きよったらねもう信じられんぐらいねもうみんなねびっくりするよもう超自転車がね大量の自転車がうわーって来て私とココちゃんと若にゃんでえな何これ何これみたいななんかドッキリみたいなあのドッキリみたいな量の自転車がブワって前から来たのでそれでうわ何個の自転車の量とか言って笑いよったよ最初。そしてなんか めっちゃ長くてなんか1分ぐらいずーっとその自転車が大量にブワーってきてえもうなんかえ何これ何これ夢夢みたいな <laughs> <laughs> 3人で夢みたいな自転車の量だったあれ怖いもうそう水分身しとるえなんで無視してうのえ嘘嘘嘘 ね自転車多いよ大阪の人あとね大阪のね人自転車でね2人乗りしてるの結構みんな <laughs> なんかさあのー、昭和みたいな自転車の乗り方してさ昭和 <laughs> なんか2人乗りしてさめっちゃあのー、いるね。 自転車めっちゃ乗ってるいつかドッキリグラム出るといない出たい出たい出たいですリアクションはあの自信ありますよでっかいに <laughs> 相手さんファンデビューおめでとう大阪中国の北京いや本当に本当に自転車多すぎ大阪こんばんは間違えてフォローフォローしたあい間違っちゃった TikTok ね TikTok だっけ すいませんね皆さんお水木のごフォローとかたまにあると思うんですけど <laughs> 失礼しました長崎は逆にチャリ異常に少ないからそう長崎はさ坂が多いけんチャリ乗らんちゃんみんなえっ今日大阪とか、ま、東京もそんなおらんかったね自転車何んなん多いと大阪の自転車こんばんはピクトさんおみちゃん昭和のがな自転車知らんけどさ知らんけどイメージよイメージ 昭和のイメージあんな自転車おるとびっくりしちゃうんだけど本当にたかるんですよろしくお願いいたしますコメントありがとうございますはじめまして長崎県出身尾上瑞希です「すべての瞬間は君だった」っていうえっと元 NMB48 の山田奈々さんのプロデュースアイドルです8月24日に お披露目しますぜひお覚えていってくださいこんばんは方言で出ててかわいですそう長崎弁なんですよゴリゴリのゴリ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 の長崎弁でスクフォローしてスクショして自慢しちゃうぞうさんぞうさんぞうさんって何？間違ったなんかねあの TikTok よくあるんだよなごほろ。こんばんは こんばんんばはですさんで今日はですね私は歯医者に行ってね今日歯医者でめっちゃさ気まずいことをきたもんあのねあのねライブ中撮影ね、まあ、まだ全然正式に決まってるわけでも公式から出てるわけでもないんですけどなんか撮影ありみたいなになりそうな感じだったかな多分なあるんじゃないかなだからあるみたいな。 言ってたような気がするあのうちらの時はねあるような気がする多分また正式に出たらお伝えしますね今日は皆さんそうやって夜のおしゃべりしてなかったので合宿行動練習ビーティングかなと思っておりましたえ全然ですよ今日はお水着廃車に行って若にゃんとずっとご飯食べてたココ <laughs> ちゃんは ちゃんはしてる爆竹なるけどねっ小籠流し楽しそう動画いっぱい送られてきたおみずき大好きありがとうかわいいわありがとうございますそうもうね廃車はね何回か行っていいとこ見つかったけど普通にお医者さん行かんときんお医者さん病院みさんのとこ以外に所属のグループってありますか えどういうこと私のとこ以外に所属のグループえー、どういうこと私以外私以外のとこにどこ以外に所属のルルルルああ事務所があってことお姉さんコンビのそうです。大阪ホームくん行きます。えー、待っとるよ待っとるよ大阪来てくださいぜひ。お疲れ様までぬ。お疲れ様でーす。おの上でーす。 この上さんです。こんにちは。事務所して先輩グループさんいますか？うん、うん、いない先輩グループちょっとなんかそこの話はお水木があの口滑らしたりするとあの怒られちゃうんで。あまきかといて <laughs> 大好きー。ウイスウイスウイス。で、去年、ね、歯医者さんに行ったっちゃけどさ、あのなんか私の歯なんか？ 前しょ中学生ぐらいの時に会社で同期と名前と同じやけどつぶるえ私が私おえお水木おの上水木どこどこおの上かな水木かな軽く滑る滑るダメだって運命感じるよね私もさなんか長崎在住の関西人さんじゃなくて私あのー、関西在住の長崎人さん 関西在住の長,長崎人さんになっちゃったあ尾上え尾上さんですか尾上じゃなくて大好きありがとうジムですありがとうっては話した口どっちがよくするんですかええー、どっちも <laughs> 大好きありがとうございますそうだよ長崎長崎長崎娘さんそうなの であの歯医者に行ったんやけどね中学生ぐらいの時になんか虫歯になったらしくて全然もう覚えてないんだけど中学生とかだから。でその時の治療してた歯の治療がなんか中途半端だったことが最近発覚して、まあ、全然虫歯とかじゃないんだけどなんか最後になんかちょっとやもうちょっときれいにここのなんか治療したいみたいな感じで。 今知ってもらってるんだけどさそこのなんか治療でなんかレントゲン取ろうみたいな言われてレントゲン取る時になんかさ口にさなんか入れるさおみちゃん口のにゃどっちが滑るのだからどっちをだってどっちをだしグループ9人そう9人大変そうかなまあ多いとかなもう。 普通,普通そんな多くもなく少なくもなくって感じかな,えな,んかこれなのそれでね「伝統現場撮る」みたいな言われてからね口に何か入れられたっさそれでねそのなんかねようわからんちゃけどねとりあえず口に何か入れられたさついでねそこのなんかなんかなんか板みたいななんかちっちゃい板みたいなの挟まれたさ口に。で口口にさこれって 自分で押し取ってもら持ってもらえるみたいな言われてからさあの自分でこう押さんといけんさ口の中にそいたみたいなのベーってねそしたらなんかね「あのね、あのー、手はパーして」って言われたけんさ <laughs> でなんか何番言うとかわからん何の話なんかとっさに私右手パーして <laughs> 右手パーしてってさ左左に捨てられた。<laughs> 自分でさ自分でやったくせに超積もってきてさ「いや確かに左手で押さえとるんやけんパーにするの絶対左手やったわ」と思って普通になんか右手パーにして先生「に向けちゃう <laughs> 先生手パーにして」って言われたけどさあの右手全然関係ない右手を先生の顔,顔面の目の前ま <laughs> パーにして。 友知が「左手」って言われてあっ確かにそうかと思ってでもさなんかさ「指パーにして」ってさなんかパーにしてて「開いて」とか言うなら分かるけどさパーにしてって言われたけんさ <laughs> もうその先生になんか結構変なやつと思われてしまったかもなんかそれがさツボってツボって仕方なくてさレントゲン中になんか一人でニヤニヤしとったらあのー、口あのー。 リラックスして大丈夫ですよとか言われてさリラックスリラックスしてるしと思って笑い夜だけとにさリラックスしてくださいとか言われちゃった <laughs> リラックスしすぎて笑ってるのにそれでなんか帰りもさあのー、全部荷物忘れて帰ろうとしてなんか終わった瞬間にやっと帰れる と思って「ありがとうございました」っていろんな人に言いながら帰り寄ったら「尾上さん全部荷物忘れてます」って言われた <laughs> 恥ずかしいねめっちゃ恥ずかしいバッグも帽子もマスクも携帯も全部置いて帰ってました私やばすぎもうずき目つけられたかもしれんあの歯医者さんにでも優しかったよみんな変な人認定されたかもな大丈夫かな ランドセルよく忘れてたよ小学生の時一刻も立ちそういやそうってもう歯医者嫌いやもうすぐ帰りたすぎてっていうかさあなんか「今日は地味な作業でごめんね」とか先生が言ってくるんやけどさ「えこの地味な作業あと何分で終わるとかめっちゃ気になるけん」 あと3分の1でーすとかあと半分でーすとか言ってほしいなんかドキドキしちゃういつ終わるかなーってドキドキ痛いことするかなーって緊張しちゃうけん毎回始まる前に先生に痛い「痛いですか? <laughs>」って毎回確認する <laughs> え「先生痛くないよ」って言われるけどもし痛いことがあったら手挙げてねーって言われて「はーい」って <laughs> 言ってなんかもう毎回チェックしてます。 痛,痛くないかどうか？もあれ？めっちゃ嫌やん。歯医者さんもう。歯医者さん嫌っちゃけど、ほん嫌いこんばんはお。お会計忘れた方。お会計忘れたなんよ。お会計忘れとらんけど、なんか現金飲みやけんさ。毎回あのー、現金をろしに行くの忘れんか。いつもドキドキする。元気あったっけ？みたいな通常運転だ。本当に。 痛いなどがチーダーがいやそうだよもう怖いけん手を挙げてはいけません <laughs> 確かに手はあげちゃいかんけど手は上げるやろ痛かったらいや本当にね怖いけん毎回要チェックしてますね面倒なのよなんで現金だけなのもう現金取り扱いしてないけんをの上さん びっくりした謝られるそうだよね痛いよね歯とかってでカードいたいえっそうなんだええー、現金あそういえばさみんなさもう診察もらった渋沢栄一渡してえみんなも現金現金じゃない診察新新お札新新新,新お札さゲットしたみんな。 ゲットした人教えてくださいペイペイ派のおみちゃんあおみちゃんクイックペイ派やねペイペイしとらんこの前初めてえマジで私一回もまだ見てないばいこんばんはおくじも入ってチェキがありましたあ確かにチェキ現金現金のみかロシバザブロさんなんあれブじゃなくて現金使わんねえ現金使わんよねあんまりおとる診察交じりで渡されるわえマジもうもらったん 千円なら持っとるって。まだ現金使ってないから、あそうなの？まだ使ってない？私もね現金使う機会があんまりなくてまだね新札とはお会いしておりません。五千円だけ見てない。あ五千円？五千円札？あ五千円札、うん、あるのか。千円札はねココちゃんがねゲットしたって見せてくれたんやけど。 シブはは万円、シバザブロは1000円え似とんねん名前の津田梅子さんゴイゴイス1万円と5,000円札は見とらんてえー、私まだ1回も見てないないつになるんやろ1年ぐらい診察ゲットできなそう診察ゲットしたらみんなに自慢するねすぐすぐ自慢するけんね で何の話ったっけまあそう今日は歯医者に行ってなんかあんぽんたんなことをしましたっていうそれだけ今日は亜美ちゃん2,000円札持ってるういや持っとないよ私持ってないけどお母さんがこの間2,000円札なんかゲットしたって,って自慢してきた一面にお連れでもらうことなんかあ確かに確かにあれか銀行とかでおろさんと出てこんとかな2,000円札って浮世絵をときはよみたい 裏,裏えらうちらじゃない裏え裏浮世絵なのかっこいい日本ぽいね。<laughs> 日本ぽいね。あフォローありがとうございます。花丸さんフォローありがとうございます。ご報告無事台風はとああよかったえみんな何も被害なかった大丈夫でしたなんか。 あんまツイッターとかではそんな大きな被害は見てないけど大丈夫やったんかなもやレアお札いないと作りにするえっレアやろうだいぶレアと思うよ見たことない私あしお待ちしてくれてえっよかったよかった明日行ってくださいぜひおろせないと万件でないけどそこで元気するので、ね、そうよねもうどんどん現金使わなくなるよね インスタライブの前で書いてくれたので皆さんぜひ明日18時からインスタライブですどうぞよろしくお願いします初めてみんなで映るのはみんな集まってライブするのは初めてなんで皆さん明日は18時からすべての瞬間は君だったすべて君のインスタグラムぜひ待機しててくださいいやいやーりゅうたさんこんばんはーおふるさんもこんにちはきみんなちゃんとインスタ グラムをフォローしとかんといけんよシュレットセンターされてね、えー、無理ーそんなででもさあのインスタライブってさみんな知ってるインスタライブってあのー、縦画面やんあれってやろう縦画面やん明日インスタグラムライブだよインスタグラムライブ <laughs> フルインスタライブですよ明日あ初見リナザエルさんこんにちは 明日インスライバリーを待っとってね待機して待ってますあ、正座して待ってます待っててー18時です滑る,の瞬間滑る瞬間滑る瞬間やだほんとせて,てえー、無理今日は明日の18時まで待ってて元金使かなけどお金はただの数字になっちゃいますなんて、えー、確かに現金使わんとねもうでも使う機会現金少なくなってくるからな私も最近全然触ってない <coughs> そう、縦に9人ってどうやって入るっちゃろ海外の円換金でまた…あ、そうなのそうなの円換金 <laughs> <laughs> コメント賞来るよー,クリーいいねえ、進みすぎるってね楽しみぜひ皆さんコメントをどしどしお待ちしてます横にすればええんやってえ横でもできるとかなあいみさまさん、こんばんは縦に9人さ 三人三人さああ、なるほどね。なるほどね。三人三人三人か。こんばんは、土光さん。あ、なんか、ありがたい、相沢さん。タコ。タコ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 。コメント読んでねーって、え、コメントよ、さあ。読めるよね、多分、うちらも見れるよね。読みます、読みます。線の順で並んでいく。線の順やったら、お水木一番後ろやん。<laughs> <laughs> 一番後ろ意見しかも名悪い意見コメント読めんかもしれん日本への旅行を間に2,000円札でもらうこと多いらしいえ何、ー、で2,000円札でもらうことえー、知らんかったそうなんだ2,000円札とかあんま見らんけどねたこ焼き食べたいよね私も大阪来て1回も食べてないっすよね234のフォーメーションで二3四。<laughs> <23 4 笑> サッカーかなんかサッカーやんもう フォローありがとうございます。サーリーナーさーんありがとうございます。確か明日新発表もあるんだったよね。明日なんかあるんかな発表。楽しみ。何やろあ分かったあれかな舞月、サイドワークかなえおいや、舞月はサイドハーフやろ中盤やろ中、日本使えないかがで使いってもらって。あ、そういうことか。海外の人に渡してるのか。 日本じゃなかなか使わんよね2,000円札お母さんがゲットしたってめちゃくちゃ自慢してきたもんないやしたにインスタライブ楽しみけどねあの明日朝から普通にレッスンあるけんかあのレッスンもあるしなんかいろいろあるのよ衣装のチェックだったりいろいろあるからもうくたくたかもしれん18時にはお水木さん。<laughs> くたくたかもしれん大丈夫かな元気よいとっとかんと行けん18時までそう明日サイン会だもんねサイン配信だもんねサインをびょ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 って書きながらみんなと楽しくお話ししながらなんか発表もあるみたいなんでその告知もしつつ楽しい配信になるといいなトップ下がいいなおみ のたこ焼きおいしいよ。若菜えっわにゃんあわ,わかな <laughs> えなんかわかのたこ焼きってなんかこないだここちゃんがおいしいって言った気がする。甘いものでパワーで元気になりますようにってありがとうございます元気もらわんといっぱい甘いもので明日1800から。 ああ十八時からやろそれ町田とジビロ気になるのでうわそれ気になるね十八時からえでもすべきみも気になるやろすべきみ見て後半から見た方がいいんじゃない町田 <laughs> ダメサイン書きで縦画面はつらいね,ね縦画面どうやって映るんやろうか おみ、ね、ちゃんを純粋なウイングで縦に抜いて,て <laughs> <laughs> えーちえじゃあ何やったっけ423やったっけ423わなかわなかねわなかねはいはいはいわなかってなんかここちゃんがおいしいって言ってた気がする鶴 <laughs> 君さんがちょっと気になってください皆さん18時からなんで頑張れってありがとうペイペイさん タイプですね、サインは一人ずつパスしながら書き足していく感じそうじゃないかなパスしていく感じじゃない全員のサインが入ったあのポストカードだからみんなで回していくんじゃないかなサイン配信ってめっちゃ楽しみやな超楽しみみんなで話すの「みずきかわいいありがとう」インスタライブね楽しみですね インスタライブして明日いろいろあるけんね9人書くとびっしり埋まりそうねねえポストカードがどんくらいの大きさか分からんけど結構ちっちゃくなりそうサイン誰がセントリングを言えるんだよねな <laughs> <laughs> 何の話でもお水着じゃないサイドやし <laughs> 結構真剣に答えるっていう <laughs> ごめんねわかんないわなかねわなかんか聞いたことあるよそれ 世界一ありがとう世界一のおみずきさんの配信をぜひ明日は見てください18時からですポストカードポストカードってなんやろちっちゃい,いんかな寄せ書きみたいな書きとそうじゃない9人おるしちっちゃいカードだけそのどでかく1人のサインが乗るみたいな感じではないんじゃない ポストカードのサイズはかかるよえ、ポポスストトカカーードドでらんって何えポストカードって決まっとるのサイズオレンジの子だけ見ますって明日じゃオレンジの服着らんばかなでも明日私服やもんね何着ようかなぜが決まってないハガキサイズがポストカードっていうのおみじゅきえかわいい何それおみじゅきえハガキサイズねはあ,ーあれかハガキがポストカードなんだ じゃあもうまあでも急に持ったらそんな大きくかけんねちょっと大きなもたくさんあるうんなるほど顔オレンジのれば服は何でもいやーい嫌だ嫌だオレンジべイエベ家ベブルベオレンジベみたいなめっちゃ嫌なんですけどアイスラベンダーの子凝視しますってアイスラベンダーさん凝視するってみず関も凝視して アイドル界1のサイドハーフを見ちゃうね <laughs>。まあまあ、まあ、アイドルにサイドハーフはおみちゃんぐらいしかいないでしょうからね。オレンジ靴場に当てたかったならえ間に合わなそう。わ、wow, yeah! おアニューガールグループいやあ尾上美月です。あです。オレンジ。ビ 別湯別湯って何 <laughs> 別湯とはおみじきもお願いしますぜひ注目してくださいはがきはほぼ A6 あ A6 ぐらいか皆さんは各部のンス考たら大変ことね誰か一人めっちゃちっちゃいとかなると困るけんねああそういうことそういうことかまだないね早くちょっと会見してほしいあでもなんか 明日の配信とかでないかなそういう会見どうしよっかなって積んでるやんめっちゃ積んでるやないですかいや明日の配信楽しみだ明日早いんよね朝が結構やけんかもうあのー、配信は早めに切り上げたいと思います明日朝早いっちゃ何時起きかな

してほしいなついでにキリミちゃんグッズも集める何キりみちゃんグッズってえあの鮭のやつ違うあファンデメイアップあめでた中心さんやすさんありさんもこんばんはもうでもそろそろ配信終わるんですよなんてこったなんてこった今だに写真送れないえー、どうなっとるチちロろ くれる人結構みんなから送,送ってき来てるけどな送ってくれてるけど送れん人もいるのかなありがとう両んさん花火び待ってパレード両団さんをタップしたらおみずきのめっちゃ昔懐かしい写真が出てきた。 承認えこれ承認されん,ししれんくても多分ね写真遅れる遅れる設定なはずなんやけどなぁどうなんやろリクトクレイブお金目指すごいまおしゃべりがいいかぎりだった <laughs> 言うんじゃない明日でも全然なんか明日のあのー、台本とかはなさそうやけん結構わちゃわちゃする感じになりそうやねでは どういううい設定ななんやろうねなんかね遅れる方と遅れん方といるんだよななんか設定したら遅れるんだろうけどとか言ってたらもう30分過ぎてたやだーもう早くお風呂に入って寝なきゃ30分になりましたのでランキング読みまーす第13位正信さんありがとうございます 第十二スイナさんありがとうございます。第十一イケちゃんありがとうございます。第十位リデンさんありがとうございます。第九位つばささんありがとうございます。第八中心さんありがとうございます。第七位にやさんじんさんありがとうございます。第六位たかりんさんありがとうございます。 第5位世田谷さんありがとうございます。第4位いとしさんありがとうございます。第3位ふみさんありがとうございます。第2位エビ老様さんありがとうございます。第1位は 1> お2位ありさんありがとう。すごい！さっき来たばっかりとにありがとうございます。そして第1位はだいすけさんでーす。 皆さんありがとうございました。皆さんありがとうございました。こんな短い配信ですいません。ありがとう。って配い。ありがとうございます。こちらこそです。ありがとう。こちらこそです。お疲れ様です。ありがとうございます。お風呂入って。お風呂入って明日早いので早めに寝たいと思ってるけど、いつも夜更かししちゃうんで頑張って。 したいと思います。そして皆さん、今日はティックトックを更新したので、ぜひ TikTok チェックよろしくお願いします。いいねとコメントお待ちしてます。Instagram、Twitter、TikTok やってます。フォローよろしくお願いします。あとね、ショールームのフォロワーさんももう600人超えててびっくりしちゃった。昨日も ちょっとで600人やけん是非フォローお願いしますって言って終わったんですけど配信切った瞬間に600人いってることあのー、気,づ気づいてびっくりしました皆さんありがとうございます600人達成しました次は700人に向けて頑張りたいと思いますでは皆さんインスタツイッター TikTok ショールームフォローよろしくお願いします